今日はですね、バツ釣りのやり方を説明していきたいと思います。バツ釣りの基本的なやり方ですね。まず第9種ですね。今日は、一番皆さんがちょっと分かりづらいところかなと思うので、今日このバッキョッシュを使って説明していきますね。基本的には虫歯を取って露水したらですね、バツ釣りしていくんですけど、今回はその、虫歯ありますけど、この虫歯は取っても露水までしないと思いますけど、便宜バツ釣りとかでも、バツ釣りすることあるので、それを想定しようと思います。で、まず、後頭頂から歯髄までの距離っていうのをまず知っておく必要があります。だいたい8ミリから9ミリ、ね、8ミリ9ミリの法則っていうのがあるんですけど、でこのバーがありますね。距離測っています。でこの歯の部分が10ミリぐらいありますね。8から9ミリぐらいが入るぐらいで削ればいいっていうのをまずだいたい目で確認しておきます。削っていきたいと思いますけど、そうだね、理想的なその天蓋熟した形がありますよね。こう三角形のその三角形になるように天蓋を除去していきます。じゃあまず8ミリ9ミリぐらいね、露水まで。はい、これで今露水しました、ね、で露水するときってこう、抜けたこうストンと落ちる感覚があります。でそれはどういうときに起こるかっていうと、3ミリぐらいのその空洞があったときにその落ちた感覚があります。なので例えば歯髄腔狭くなってて3ミリも髄腔ないときはこの落ちた感覚ないので、それは注意してください。じゃあ露髄したとこから天蓋を除去しながら、根管孔を明示していきます。だいたいこういう感じですね。すでにこれでもうほぼ天蓋取れてます。だから1分ぐらいですね。でもここまでできます。第9種なんで3根あるんじゃないかなっていう目で見ていきますけど、これが MB 根になりますね。 MB、そしてこれが DB、ちょっとファイルの方向でしか確認できないですけど、そしてこれが P と、いうことで、こういう形ですね。天蓋除去して、この、根管孔明示まで。で、微妙に天蓋が残ってるかどうかは、有極端針とか、あと、J なんかを塗ると、髄小底が染まるので、それで根管が見つけやすかったりします。で、まずこの一番大事なのは、こうやって根管孔を明示することですね。これぐらいはっきり明示させるのが大事です。だんだん上級になってくると、マイクロ使ったりとかしてできるだけ歯を削らないようにするっていう方法もありますけども、基本的には、しっかり根管孔を明示するってことが一番大事です。はい、バーの距離ですね、だいたいこれぐらいですね。このセメントエナメルジャンクションのところ付近に歯髄腔がありますので、それをイメージして削っていくっていうことが大事になります。